おお。何このスいいね。このイラストも。わあ、お清掃レベルアップしたって。ゴーヘルゴー、突き落としていこう。いやあ、先生ケースでよー。ゴーヘルゴー続きやっていきたいと思いまーす。なんだろうな、タイトルのロボが来たっていうところがさ、すごい気になっとってね。まあ俺、ガンダムもそうだし、ロボットものが好きなんでね。あれ？なんかこの辺のあい、まあ、あるな。テクニックこれ買っとこうか。テクニック学習帳買っとくわ、俺。なんか最近さ、この子がなんか買い物して帰ったらこの子を言おることがさ、結構辛辣じゃなかったりするけんな。なんか買い物を繰り返せば好感度が上がるシステムはあったんだろうかってぐらいに。さて、もうじゃあね、送り込めてないキャラがここに、トラで、ちょうど相手のトラで、めちゃくちゃ届いて、送り込むの忘れた。オッケー。よっしゃ。じゃあ、会社目標。一万以上稼ぐやっけん、適当にやってれば、できそうな感じの達成目標か。はいはい。レベル上げも兼ねていろんなところを回ってみましょう。四季森リターンズやってみるか。あれ？一ノ瀬さんは？待って。一ノ瀬さんは？あれ今おらんのじゃ、今おらんひらんじゃ。そうか、たまーにこうおらんときがあるんやな。まああの人社員じゃないからな、おかしくはないとは思うけど、ちょっと寂しいな。はーい、仕事だ仕事だ。立ち合いを消耗する。自白タイプを先に潰すね。自白タイプに対して、居合道さんの一撃が耐性あるんですけど、それでも早めに倒しておきたいという気持ちで、居合道もこっち。あ、全部刺すよ。ナイスー。どんどん行こう。あ、イベント入った。一ノ瀬は夜の総務課で一人残業を行っていた。あー、残業、こっちで残業しとったけん、パーティーおらんかったやな。長時間眺めていたモニターから視線を外し、ずっとキーを叩いていた両手を伸ばす。書類作成が終わんないわ。やっぱ外で。ああ、セクシーポーズ。ただ背伸びをしているだけでもこのセクシーポーズ。でもまああっちはあっちで怪我とかの危険もあるし、事務作業ではお釈迦になんないし。事務作業っていうことがさ、OL チックなところもあるんでしょうけどね。OL がこんな格好してるかっていうような脇の出方ですからな。いや、こんな残業してたらジムでもお釈迦になるか。結局事務作業でも体を動かしてもね、長時間労働は体に毒ですからね。あ、上司みたいな来た。あ、これは課長、お疲れ様です。課長さんか。いやいや、あ頼んだのは私だ。だが、ちょっと適任が見当たらなくてね。おい、おっさん、近いよ近いよ。早く潜り込んじゃダメよ。ゴルゴ13だったら投げ飛ばされてるよ。いえ、お気になさらず。大体のところは片付きましたし。それはありがたい。ちょっと急ぎのものだったので、助かるよ。うん、だからって、そんな距離で話す必要はないんですよ。しかも背後取るな、背後、お前。仕事ですから。それに、昼間は外で気分転換もできてますし。あ、そう。ビタビタも触るな。君がよく指導に回っている業者、なんと言ったかね、名前を失念してしまってね。普通にセクハラ親父みたいになっとれないよ、お前。おいおいおい、上司、こっちが訴えればあなたの首飛ばすこともできるんですよ。 TLDR サービスですか、それが何か。いや、上がってきている報告なんかを見るに、数字的に多くの時間を割くような結果になっているとは言えない状況のようだが。ああ、痛いところついてくるね、上司として。確かに数字上はそうなのかと言われたら確かにか。えっと、
それは。一ノ瀬さんも幼馴染補正があるからな、おそらく。実績から。認可取り消しでもおかしくはない。何してん、どこ触ってん、どこ触ってんのお前。わあ、もう完全に揃ってんの、一応お尻にあるねえか、お前。顔。まあエロ同人の序盤みんなの序盤のあたりみたいになっとるよお前。そんなことはないかと。ここ最近は社員もまた増えてきてるようですし。鬼の世界でもセクハラとかそういう闇の部分っていうかあるんですね。そうか、なるほど。なるほどじゃねえんだよお前。そのなるほどはどういう意味のなるほどだ。仕事のことか、それとも一ノ瀬さんのお尻の柔らかさになるほどって言ってるのか。まあなんだ、また別のお仕事をしてもらえると多めに見たりもできるんだが。やめろ、そのお仕事がさ、ちょっとエッチな方向に聞こえてくる。何かもうこのポジションお前。それは君の都合もあるだろうし無理にとは言わんが。何お前、パラハラとセクハラを同時に起用してんだよお前。肩に手を置くな。課長は癒やしい？ほのめかし？笑みを浮かべながら一ノ瀬の肩に手を乗せる。まあ、考えておいてくれたまえ。ロッキー！ロッキー！ロッキー！マイナスがちょっと大きいなここ。出た先見、あー10円しか稼いでない。マイナスがでかすぎて10円しか稼いでない。おう、ここは稼いできてくれる。出る、おう、まあ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 。あ、ここ新参、あー結構いいね、さすが新参者。結構稼いでくれる。それでもなんかワースってなんかあんまりいい感じじゃないっていう意味かなこれ。稼いでくれてるやん。これで1万達成したってことやるんかな、目標の。おはよう、八代守備はどんな。この笑顔ギャップがすごいな。向こうで、そうか、あれか、もしかして八代のところによく来るようになったんでさ、元のところで事務作業とかしとった、ああいうセクハラ上司に狙われるけんなんかな。ああいうのが嫌でこっちに来てんのかなっていう説も見えてくるぞお前。八代さん、さっきからお金数えてて。ああ、会計の仕事やってんのね。おっしゃ、間に合った。これぐらいやりゃ足りるだろう。ここんとこ仕事に精出してたもんね。えらい。もうなんかさっきの上司からのセクハラのシーン見よったらさ、こっちの一ノ瀬さんの生き生きした顔、もうこっちに転職しちゃいなよと言いたくなるぐらいに表情違うけんな。あとは黒稼ぎで買うもん買って装備を整えて、旧環状だったっけねに向かうだけだ。ついに行くことになるんですね。怖いな。いろいろ何が待ち受けとるか楽しみなんよな。タイトルのロボが来たの部分を知りたいしねえ。大丈夫、拙者も一緒に参るからな。お、言うじゃんか、おっさん一人に任せちゃうっけね。またそういう遠慮つかまつる。冗談だっての。ま、戦力としては期待していけるからな。さて、買い物なんかもするならそろそろ出ないと。だな、作戦時間に遅れちまう。確かあれやね、ゴズさんの会社と共同戦線を張るんがここだったっけ。そういう話でしたよね。それはいいんですけど、これ一ノ瀬さんのイベント見えるやつじゃん、このハートのやつですよね。見える、よっしゃー、一ノ瀬さんプッシュパートになりそうだ。はあ、買ってきた漫画全部読んでしまった。面白かったし、早く続き出ないかな。いやいや、仕事しろよ。そうだね。心のやつが必要なんだよ。まあそうだね、仕事にはね心のおやつ必要です。心を癒すものが必要なんです。俺にとって女の子のエッチな姿とか。おやつしか食ってないでしょうがよ。別に外回りだけが仕事じゃないでしょう。まあそれはそうなんだけど、めんどくさい。まったく、いつもそれなんだから。長に提出する報告書
期限が今週末なの覚えてる？遊んでるからにはもちろんできてるよね。おう、こんな感じだぞ。真っ白な書類をやってるんだよ、これは。ナルトのさ、中二試験でこんなことあったよね。真っ白な状態で合格しちゃったみたいなやつ。ああ、もうマジ潰れるわ、この会社。職の斡旋とか絶対しないかんね。いや、むしろ一ノ瀬さんがこっちに来てほしいなって思うんですけど。潰れる前になんとかすりゃいいんだろう。まだ慌てる時間じゃない、バスケ。スラムダンクやん。このセリフもうアホほど聞いたわ。はいはい、さっさと書類片付け。どんだけ聞きがないスラムダンクやねん。やだな書類、こういう事務作業マジで苦手なんだよ。助けてくれよ。社長が何言ってんの。苦手なだけでできないわけじゃないでしょ。おー、やだやだ、やりたくない、やりたくない、やりたくない。ダダをこけるこのビネーニム。事務作業用の社員雇えばええんやけどな。そんなんがゴロゴロ転がっとるわけでもなく。かわいいやってくれ一ノ瀬、頼む、ジュースおごるから。やっす、ジュースごときじゃやってらんないな。確かに自販機で120円とか130円とかだろ。じゃあ蝶の A 定食でどうだ。それ一番安いやつだって。せめてデラックス焼肉定食3回分。今回どうした一ノ瀬さん、ちょく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 この脇を強調してくるポーズ取ってくるけど、どうした、誘ってんのか。くっ、あそこで一番高い部類のやつじゃんか。それを3回だと足元を見やがって。それが人に仕事を押し付ける態度かよ。約束しないなら私帰ります。あー待って、約束するからお願いします。書類やってマジ苦手、お願いします。なにその情けない声。一ノ瀬さんが逆漫画みたいな顔になったのよ。資料と書類起こして。書類がこれとこれと書類、資料はそっちにある帳簿に挟まってると思う。その辺ももうちょい整理しなさいよ。はあ、私も面倒なんだけど、まあやるか。おお、何このいいね、このイラストも。あー、できる女の人って感じがする。てかこういう書類やるときって一ノ瀬さんメガネかけるんじゃ。わあ、お清楚レベルアップしたって。メガネかけたせいでお清楚レベルアップしたって。まあ相変わらず脇のところはエロいんですけど、あとおっぱいおっきいね。一ノ瀬はおっぱいおっきいね。まあ確かにおっぱいおっきいなと思っとったけど、ここまでおっきいっていうのを感じられて俺は大好きですね。これがこうで、これがあれで、ほう、あ、これそういうことなの。なんでこんなややこしい書き方になってんの。何かおかしいことになってる。資料の書き方がめちゃくちゃだって言ってんの。これじゃ資料になんない。せめて毎月同じ表を作ってコピーぐらいして。だから苦手だって言ったじゃんか。惑星引いてコピーくらいできるっしょ。1枚作りゃ量産できるんだから今やれ。私だけ働いてんのもなんか腹立つし。はーい、まったく。いい、この資料と同じ惑星引いて。ええよな、やつしろって。こんな美人でスタイルが良くて湧き出してて、お清楚な幼馴染がおるんやけん。しかもその幼馴染がこんな感じで背は焼いてくれるっていうさ、どこのラブコメだよって思うよ。わかったよ。定規定規。この調子じゃ計算も合ってるかわかんないから、ちゃんとやっとくから。ほとんどできてないね。やつしろ、電卓どっかにない？そこらの机の引き出しに入ってないか？あったあった。ほいほいほいっと。なんというかさすがだな、電卓の使い方がプロみたいだ。何のプロよ。テキバキしてるっつうか、いやーやっぱエリートだな。俺とは頭の作りが違う。そんなこと。こういう帳簿とかの資格持っとんかな。ふふん、そんなことあるけどね。
わざわざ決め顔で言い直すなよ。本当のことだけど、ちゃんとスチル表情変わっとるのがいいよね。てかさ、町に出す書類ってことは受け取るのもお前なんだろ。それなら別にちゃんと書かなくてもよくね。何言ってんの私が受け取るなら余計にちゃんと書くわ。あんたも書類も書けないずさんな会社なんて思われたくないでしょ。実際数字も出さない三流会社って、上司には思えとるらしいからな。それはまあ確かに。あと私だけじゃなくて他の職員だって見るんだから、適当になんてできるわけないでしょまあね、出向してる私の評価まで落ちるし。ほう、そりゃそうか。何を聞いてくるかと思えば、まったく。しかしこうして事務作業してるところを見るとお前ってできる女に見えるな。何よそれ、実際できるし。私おさじみがさ、結構できる女だと知った時の主人公みたいな。てかあんたができなすぎなんだと思うけど痛いところ使えたね。なんだと。はいはい、やってもらってるんだから文句言わない。グム、書類終わったら覚えてろよ。そっちこそ、デラックス焼肉定食3回分忘れないでね。グググ、覚えてやがったか。まあいい、それより今更だけど、お前ってメガネかけてたっけ。ああ、これ、そこまで視力が悪いわけじゃないんだけど、眉を寄せてると癖やシワになるって言うし、その対策かな。はあ、はあ、できる女のスタイルに見えるのはそのメガネのせいかもな。はっ、ということは俺もメガネをかければ知的男子に大変身ないない、そこまで笑うことはないだろう。方がいいと思うよ。あれ、遠回しにそのままの君でいてねっていうことだい。そうか、まあお前が言うならそういうことにしとくか。うんうん、できる女の言うこと聞いとき。わあ、でもこうおさじみとの定定が見えてよかった。だなんだこれは、中アタックデバフを狙う。あ、なんか一応さんってデバフ、相手にデバフかける系の技多いな。攻撃力はそこまで高くないんですが、相手を抑え込むって意味では結構重宝されるキャラです。いいっすね。居合道イベントも見えました。何を読んでるんだ熱心、何を読んでるんだ。エロ本かなあ、居合のおっさん。ん？どうした？いや、このシーンいるかなって思って。シーン？え？何のことを言って？もしかしてメタ発言しとるんこれ。いやー、こっちの話、ちょっと一旦忘れて。うん、社長がそういうのならば。ま、さっきの話は置いといてた。こうして、社員と一緒の時に社長としてコミュニケーションするべきなのかなって。拙者に気遣いは無用であるが、ただただ社長という立場なら従業員との意思疎通を図るのは一般的に良いことなのではないか。なるほど、それは確かにあるな。友利殿なんかとは気さくに話しておるではないか。そりゃ女の子だしな、男と話しててもつまらんしまあ俺もどっちかって言ったらそっちのタイプかもしれません。でもまあ従業員のことをちゃんと知るのも社長の役目か。言われてみればそうだ。いかにも。じゃあ聞くけど、それは何の本を読んでんの？大気と仰せだったので実用書。剣道の本かな。結構勉強熱心でいらっしゃるね。何の実用書？図解でわかりやすい。違うんかい。剣術の話かなと思っとったけど全然違うじゃないか。お前真面目やなこういう会社に着いたからには戦う以外のこともちゃんと勉強しようんじゃ社長も見習ってください。向上心あるよこの人。ああ、うん、なるほどね。確かに掃除頼んだもんな俺。そ
掃除は普通にできるが、効率的なものを習得しよう。真面目すぎるやん。いいやつやん。仕事熱心で参るね。この本のおかげで先ほど行った会社前のガム剥がし、いとも簡単に終え申した。結果出してるのが素晴らしいね。ならばよし。うむ、恐縮にござる。なんか物足りねえなって顔してるよこいつ。ま、今はこんなもんでいいだろ。あは、ならば待機に戻るか。その後無言で二人が過ごす空間に戻ってきたトモリにすごく驚かせた。水がまだ埋まってませんね。ああ、いや伊藤さんさ、なんかの薬の力で女体化せえへんかな。おっと、なんだこれ。おっと、攻撃力高そうな技が手に入った。超威力別撃。ボス戦で活躍してくれそうな3人の威力ではないですか。さて、ちょっとレベル上げとかもしてきたんで、さあやってみるか。旧感情、ちゃんとここは、あ、ディフェンスの袋菓子、結構良さそうなもんがあるね。これ使っとこう。ゴー。やっぱり今日だったか。思った通りだぜ。さあ、まずは開幕ボンバーマンが現れました。数日前から。ああ、待って。怪しい人コンビ出てきた。怪しい人選手権決勝コンビ現れたぞ。お前、どっちが優勝したんだろう。清掃に間に合ったんだからいいだろ。結託しとんじゃこいつら。てか、なんでお前まだここにいるんだ。いや、してないね。ただついてきただけだな、地獄講師が。ふっふっふん、それはな、面白そうだからだ。あのね、子供がこんな時間に出歩いたら危ないよ。あー、やっぱめんどくせえのに絡まれたな。それにあいつらの中にはちょっと見知った顔もいる。後で挨拶してやろう。別にそこまで顔見知りってわけじゃなかったと思いますが。はいはい、まあなんかの役に立ってくれるならいいや。うむ、任せよ。ゴミどもなど我の敵ではない。ちょっと女の子、そんな臭そうなおなら出すのやめて。本当かよ。お、それよりあいつらやっぱ正面から行く気だな。へへ、せいぜいゴミを食ってくれ。その間に俺たちは。さあ来た、休館。あら、あ、パーティーメンバーそっちになるんじゃ。あれ、やつしろたちとは別グループになっとるんで。あ、そういうパターン来るのね。あ、あとボンバーマンの名前はレッカっていうのが。あー、予想外の展開来た。そう来たか。飛んでる、地獄講師飛んびょんじゃ。じゃあまずちょっと戦闘してみよう。さて、どれぐらいの戦闘力があるかちょっと把握できないし、技もわからんけんさ、単体攻撃の衝撃属性と杖で戦うんか。こっちは、あ、全体に、ディフェンスデバフっていう、なかなかボス戦に良さそう。2人やけんな。でも全体攻撃をバンバン使っとった方がええのか。こっちは全体攻撃なし。でもこれ相手にディバフを結構叩きつけるようなあれはあるみたいで。わ、すごい武器持てるねあんた。ボンバーマンって言ったけどさ、ボンバーしてない。どっちかって言ったら鉄血オルフェンズのバルバトスみたいな戦い方するね。お前、予想外のもん持っとるんで、これでディフェンスが来たんで倒しやすくなったと思う。強いな。デバフ要員として優秀そうなキャラクターではあるな。これ仲間になるんだったら助かるんやけどな。どうなんでしょう。それでもほんま立ち絵全部見えたらさ、ほんま好き好きやなって思ってしまうんですよね。エロい。結構強そうな能力持っとんなこの二人。技の内容がな、マイナス 30% のデバフはでかいな。ディフェンス、あ、10位になっちゃった。
でっかいデバフ要因ってことが分かったね。ボンバーマン、ボンバーマンじゃないけどバルバトスやけど、これすっごいもん持っとるなあんた。そんなもん武器にする人初めて見たわ俺。モッサージャー。さあ次、当たり目2体、デバフ30食らわすか。まずはしっかり倒した。デバフマイナス30でかいなこれ、おそらく。よいしょ、ダメージの通りがいい。2ターン目からのダメージの通りがいい。おっと、そしてここでイベント、なんだろう、合流するんかな、もしかして八代と、八代たちと。できればドンパッチは避けたかったけど、ゴミの量が尋常じゃねえな。いちいち隠れたりしてられねえ。我の力に感謝しろ小僧。我がいなかったら今頃はゴミの腹の中だぞ。でも意外とデバフ効果が強かったなと思うんでね、まあそこまでに言えるだけの力はありそうな気がするよ。それはこっちのセリフだってのは。でもまあなかなかやるじゃねえか。ただの沈丼屋かと思ってたぜ。だから我は沈丼屋だ。お互い様だよ、クソガキは。だとはガキって言う方がガキなんだぞ、こんガキ。二人とも、そうそう、家に帰らないといけない時間なのに。おい、誰がいるのか、来たやつしろ。言い合いをしていると、離れたところから声がした。やっべ、静かにしろ。あいつらこっちに来やがった。ふむ、隠れるか。ああ。さっさと行くぞ。ああ、合流はできず。あれ？誰もいないな。どうかしたんですか？いや、なんか話し声が聞こえた気がしたんだが。うい、歌でさえ怖いのに怖いこと言うのやめてください。確かに。てかここなんかさ、怪しい実験とかしてそうな部屋でさ、ほんまちょっと旧やけんな、古いやけんな。でもこういう古い建物ってさ、ほんま出そうな気がしますもんね、幽霊的なやつ。ゴミっていう馬怪物が出てきようけんな。今さら幽霊出てきてもまあって なるんやけどな。声がしたって言っただけだろ。うだって会社ってよくわかんないですけど、病院っぽいし夜で暗いし廃墟だし、うん、怖い要素しかないじゃないですか。そこまで怖がんなくても。まあ怖い記号はいろいろ揃ってるとは思うけど。記号、うん、確かに少し背筋が涼しい気が。そうですよね、皆さんこう言ってますよ。うるせえ、だからって仕事中心にはなんねえぞ。てかもう死んでるやつが今さら何を怖がるんだ。どんな時でも金を稼ぐためには働くんだよ。ほら先にお宝取られちゃう元も子もないし、行くぞ。七工業の方はいかほど進んだであろうか。あっちの方が戦力は多いしね、先を越されてるかも。こっちが当たりの道を引いたと思うしかねえ、先に進もう。できればあちらの皆さんに全部屋クリアリングしててもらいたい。それだとこっちが完全に負けてんだろう。さーて、この八代たちに岸地工業にあのクスガキ2人とこの三者な、その三つどもえがさ、どこで合流してくるかっていうのがちょっと見どころですね。そしてプレイヤブルキャラクターがいつもの八代たちに戻ったというところ。やーやー、攻撃力と防御力両方ともいっぺんに上げれるんじゃ、優秀なアイテムやな。あっと、ここは亡者の方行きたいね。亡者を稼がんかったらさ、日常の収入が入ってこんのわけで重要なんですよね。この辺は数が多いけん全体攻撃を使いたい、全体攻撃を惜しみなく使いたい。どれだけ削れるかな、全体攻撃。あーやばい、2体も残った。あデバフが痛いが HP 自体はそんなに減ってないって感じかな。いっそ
かったら攻力の高いもんを思いっきりぶちまけて、あ、こうそうか、こっちもこっちで相手に攻力マイナス 20% のデバフがあるけん、割とちょっとイーブン気味になっとんか。デバフを食らったとはいえ、よっしゃ、わかったわかった、そんな大したことなかったな。わー、どっち行こう、アイテム欲しい、どんどん使ってこう、人がやいよった大量に出てくるところ踏んじゃったって感じやなあー、やばそうなやつおる、粗大ゴミ、数は少ないけど強いやつおるな。こいつに攻撃力集中したいんと、やっぱデバフ効果がありがたいというところか。これでいこう、どんな感じかな、これだけ叩き込めばと思ったが耐えたか。わあ、打撃能力が結構高いが、まだまだまだちょっと HP が減っちゃったが、まだまだまだというところか。すごい日バット、あ、残った、この残ったん痛いかも。一ノ瀬さんはちょっと早めに回復しておきたいな。ともに回復役頼む、ビンコーラ、ほいでいこう、回復できたね、 OK、 よっしゃ。そしてイベント来ました、なんだろう、でもなんかイベントあった後もさ、まだなんか続いとる感じがするな。ん？また話し声が聞こえるな。もう やめてくださいよ、八代さん。いえ、私にも聞こえた。この先に結構な数でいるみたい。おるんかな、騎士さんたち。騎士工業の皆さんじゃないんですか？だとしても、こんなギャーギャー。まあちょっと覗きに行ってみるか。ってことは、クズガキ二人かな。くそ。おい、お前、なんとかならんのか。そっちこそ、その怪しげパワーでなんとかしろよ。このガキ、どっかで見たような。まあ、こないだ先に騎士とこのクズガキ二人が合流したか。んだとこら、ガキはてめえの方だ。ガキが三人に増えちまったね。口叩ける立場にいると思ってる。あとジャズさんはおらんのかな。どっからか聞きつけてお宝をかっさらう気だったのか。呼んでねえんだよお前みたいな雑魚はな。ジャズさんはあれか、現場にはおらんのかな、来てないかな。なんだ、騎士工業のやつらだが何を取り囲んでいるんだ。あそこにいるの、こないだあったチンドン屋さんですよ。もうチンドン屋で通っとるからな。 お前たちはいつぞや。何にせよこれで6人パーティー来るかな。あーくそ、無関係決めようと思ったのに声かけてきやがった。おやおや、そこにいるのは八代さんじゃんか。まあ呼んでねえのはお前らも一緒だけどな。なんで兄貴はこんなやつに。ゴズがそうつぶやいていると、騎士工業の従業員の一人がこの部屋に走り込んできた。ゴズさん、奥の部屋開いたそうです。社長が先に。ああ、ジャズさんもおるんやな。やり、やっぱもう見つけて。これでお宝は俺たちがいただきかな。やっしろ、私たちもそっちに行ってみましょう。ああ、お宝に先に手をつけりゃ俺たちのもんだ。しかし出口に向かおうとすると、ゴズの命令で騎士工業の従業員たちが行く手を阻んでくる。ゴズ、てめえ何のつもりだ。このガキどもを起こすところだったけど、邪魔なお前らもついでにくたばっとけ。なんてことだ、会社同士の戦いが始まるのか。いいんですかゴズさん。これは事故、清掃中の事故なんだよ。偶然巻き込まれたってな。まあいいだろう、事故なんだからな。まあその事故の被害者はお前たちだけどな。冗談ではないようだぞ、社長殿。ああ、クソ、やるしかねえか。さあ会社同士の戦いが始まった。おお、そういう編成、しかも待て待てって言ったことはさ、クスガキ2人も編成に入ったんかな。今ゴズおるね。ここはもう
思いっきり全体攻撃駆使して、おるな、くっついとるわ。地獄講師だけか。で、ミスターイアイドはバッチリバフつけてもらって、自分の能力でここの全体バフが出ないと思う。これで暴力が下がったところに叩き込んだ感じ。ちょっとこっちも被害もでかいけどな。やつしろ一層攻撃したら多分周りの雑魚は暴力下がってる分倒せると思うんで、プレミアムパージでゴズ回復もしておきたいんやけど、この後展開もら続くと考えたらちょっと回復もしておきたいんよな。シフト変更とかあるんじゃ。何シフト変更って。あ、ベンチにおる感じなんじゃ。はいはいはい。あ、戦闘中にでもこれいろいろ変えれるってことか。はいはいはい。まあともりんは回復しとってもらって、抜刀でゴズ、こんな感じかな。多分全体攻撃で周りの雑魚どもが倒せる。うわー、なんか抜いた抜いた。パーチパーチエロい、パーチがエロい予想以上にパーチがエロかった。あー、ゴーズ残っちゃった。バフかけただけか。でもわっ、でかいな。デバフも消えちゃったしな。あれ、トモリンがーもう HP こんなに減っとるし、あれ回復したばっかだ。あれあれ、じゃあ地獄講師やられたんか。入れ替わったけど、そうか、地獄講師がタコ殴りにされてやられたんじゃ。しゃあない。まあ人数がおるけんタコ殴りにはできるでしょう。オッケー、こんな感じの戦闘になるんじゃ。タグ、テーマ取らせやがって。なんでこんな奴らに。お前ら何やってんだよ。この役立たずどもが軽量なしにするぞ。おー、パハパハラ。めっちゃ切れてる。給料なしだってさ。まあ私もそうなんですけども、ね、そうだったわもうじゃに給料などいらんみたいな感じで言われた。今日の働きはボーナス出すか、おっさんにもな。急に優しくされると気持ち悪い。ツンデレみたいなこと言ってる。おっさんだけボーナスなしな。待って、社長殿、お気持ちはありがたく。おい、俺たちだって手伝ったろ。金よこせ。そうだそうだ。お前らはそもそも部外者だろうが。おい、人が切れてんだぞ、やつしろ。お前はこの僕が、この僕が何なんだよ。やるってんなら容赦しねえぞ、クスガキ。おやおや、あー出たな、ジャズさん。これはな、な、兄貴。ん、どうしてうちの社員がやられて。事故なんすよ、ジャズさん。別に、俺らたちが、何か、やり合ってたってわけじゃないんですよ。ただの事故なんですよ。兄貴、これはその、ちょっとした手違いが。それより、お宝はあったんですか。もちろん手に入れたよ。それを見せるために、わざわざ戻ってきたんだから。何があったんだろう。台車に乗ってる、これが、目的の。人？なんだありゃ。あれが用具。なんか人みたいに見えますけど。なあ、さて、ちゃんと動くかどうか。さあ、目覚めろ。スリープモードの解除を確認。アンドロイドか。プログラムの確認後、各部の動作チェックに移行します。チェック終了。内部 OS 機体状態に異常なし。そういけそうだね。外部装備が未装着ですが、動作に問題ありません。うおちょっとかっこいいじゃんか。